ちゃん、頭水浴びしてたの？頭のイボ取れるといいね。寝ながら食べんの。めちゃびしょる？めちゃびしょますか？じゃあ、ハチミチョアピできる？パチャパチャしてみよう。はい。いといて。手伝う？そこでやんの？うんち出ちゃった。ちょっと待って。シャバシャバシャバシャ。入る？手伝う？逆光だな。こっち。わわわわわ。おいしょおいしょおいしょ。はい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 。
よいしょ、よっこいしょ。はい、パシャパシャしよう。おい。パチャパチャパチャってできる。パチャパチャパチャ。うわーできた。パシャパシャパシャってもう一回やってみれば。伸びたね。もういいな。さっぱりした。もういいかな。もういいの。もう一回やる。もう一回やる。うわあ、ちょっと痛い。え、誓っちゃった。誓っちゃった。保護した時とここね、ほらここはね、ここが保護した時に生えてた部分で、こっからがうちに来てから生えた部分。なんか白い影がホウ君が気になってんだ。あの白いのはホウ君だ。ホウ君バレてますよ。ホウ君栄養状態が違うから、うちに来てからこう伸びた部分がしっかりして、ここの部分保護された時のがちょっとねもしもしょってなってるの分かる。ほらラビちゃんもこうだったんだよね。
感じ。やっぱり食べたもので羽もね成長していくので、うん、なので体の健康状態は鳥さんの場合は羽がしっかりツヤツヤで綺麗な羽が生えてるかっていうのがやっぱり健康のバロメーターになりますね。栄養がね十分じゃないとね羽にまで回らないので、ほら分かりやすい、ここがねちびって生えてた部分ね、でここがちょうどほら餌が、あら、うん、うちに来てからご飯変わったからね、ここからは、うん、立派な羽になってます。この辺もちょっとわかるね、よし、もうさっぱりしたかな、いいかな、バルちゃん今日ってうちに来て、今日は2023年10月の26日うちに来て19日目ね、もうすぐで3週間、もうちょっと水入れる、あ、うんち出ちゃったじゃん、使ったままうんちしたの、お水とかるよ。Thank you.